はい、半間家の本家の半間岩先生です。今回私がね、あまりね、考えてなかったこと、簡単にできるもんじゃないだということでね、いたんですけども、半柱力装置ですね。これが非常に安定的に動かすようになったということでね、ワープができるというね、素晴らしいね、宇宙戦闘機ですね。ということで、私もちょっと驚きましたね。で、その飛行機にはですね、ちょっと待ってね、原子炉が必要でね、かなりパワーがいるんですけれども、またその装置と利用しましてね、半柱力装置と同時にその磁場を操ることがで移動するとワープするという動力ですね、に加えて放射砲ですか、核融合ですね、水を燃やしてですね、これを爆撃にするということまで成功してるんですね。で、瞬間移動もマッハ10ぐらいまでいきなりね、移動しちゃうんですね。で、人間がそれ乗っててね、だったら死んじゃうじゃないかということなんですけども、プラズマの磁場で覆われてるんで、ね、一体化しちゃってるんで、ね、そのおかげでまた移動でマッハいきなり10ですね、ワープしてですね、生命が保たれるということがね、素晴らしいね、開発だと思いますね。中国の車で宙に浮いてタイヤがないというのがありましたけれども、CG のね、これも本当だったなということが分かりました。タイヤがなくてね、車が走るということも分かりました。半重力装置使えばね。で、研究は大昔からあったんですね。で、私は画像を見たんだけども、私信用しなかったんです、その時はね。だから今までずっと信用してなかったんですね。半重力装置ですね。本当にワープができますから。火星だったらもうすぐじゃないですか、半重力装置。ただね、隕石とかなんかぶつかったらおしまいなんですね。高速なんで、ね、威力はもう弾丸以上の力があるんで、それに当たったらもうおしまいなんですよ。だから、1日で火星に行けると思うんですけど、地球からね。たった1日ですよ。半重力装置で、移動はね、ワープができますから。で、これは大変なことですね。で、また燃料も原子力なんで、かなり長くね、飛んでられるんですね、ワープでね。まあもう、すごいですね、これはね。半重力装置。これも飛行、すごい、ワープもできるわけですね。
もう携帯外れですよ、この最新の技術は。だからもうただね、大変なエネルギーがいるんで、電気がいるんでね、まあ原子力発電というか原子力を使ってですね、磁場を制御させるわけですから、磁場を制御するんだったら電気でしょ。電気を最大に作るには大変なね、力がいりますから、使いますからね。まあここはもう非常に大変だと思うんですけども、直接的に、ね、電気に変える、磁場に変えるということはね、まああるかもしれませんけれども、近くね、なるべく電気だけ頼らず、いきなり磁場にしちゃう、電気、を飛ばすかね、まあまた電気を一瞬にして働かすようなね、核融合を利用してね、まあそんなことで素晴らしいですね。これは本当にできてるんだなということがね、実感しました。で、気をつけます、全然問題外ですもうね。あとこれから日本の戦闘機も頑張って、これ今度ね、15トンぐらい頑張ったけども、この重力ですね、反重力装置の方に今度は研究を進めてください。もうできてて、原理はもう公開してます、ね、だから、まあ原子力を使ってるんで、飛行機の中に原子力を入れてますからね、危険はありますからね。だからそこら辺の安全性